赤星何億積まれてもアジア大には戻りたくない。イバタアジア大は地獄。赤星何億積まれてもアジア大学に戻りたくない。あんなところだと最初から分かっていたら絶対入学しなかった。イバタアジア大学は地獄だった。1、2年生は電車で座るのも禁止。ある日、前後の車両に先輩がいないのを確認してよっしゃーと座ったら、先輩が踏切に立って見張ってた。東浜ある日寮から抜け出してコンビニに行ったら生田監督に見つかって、部員全員に謝罪した。翌日坊主にして草むしりをした。山崎アジア大学で野球をしていて笑ったことは一度もなかった。吉川高校3年の時にアジア大学の練習に参加した。推薦が決まっていたが数日後内定を取り消し中京学院大を受験した。楽しかった。親父が泣いてる画像提起。後ろが家にしか見えない。キサヌキが生き残れた謎。戦争に送り出してしまった父親提起。ここだけは大学の中でも怖い。投手は人権があるけど野手は怪しいらしい。入り木優作。PL 学園矢印アジア大学矢印本田技研矢印巨人。野球好きすぎやろ。星野ドラゴンズか井原西武もコンプリートして欲しかったな。アジアが筆頭みたいになってるけど話だけ聞いたら駒沢のがヤバそうやけどな。あと明治あたりも、当たり前のように大学でも坊主なの好き。みんな、悟りを開いた顔しとる。坊主どころかスキンヘッドやん。高校球児でもさすがにもう少し長いだろ。12年生めちゃくちゃ辛いよ。34年生ワイラも辛い経験したんだからお前ら12年生も同じ経験しろ。矢印わからない。高橋春人とかいう話題の姫、男塾みたいなもんやろ。男を磨きたいから一番きついとこに入りたいってやつもおるんや。ワイラがどうこういうことやない。サンキュー吉川、お前が最高のセカンドや。最近は緩くなったんちゃうか。みんな立派に育ってるやん。